なんこれ。みなさんこんにちは。こんにちは。初めて。今日はママさん。初めて。何の味ですか。今日はリクエストがあった。あ、わかった。あるものの味当てです。あ、わかっちゃった。オレオ。チョコボール。今日18種類あるんだけど、いつもかんちゃんが買っちゃうでしょ。うん。だから。私なんか負けていいのよ。今日はあきちゃんにハンデをあげようかなと。やだよ。ダメ。1ポイント。うん。いいですか、かんちゃん。いいよ。よど。嫌だ、うん、対等にやりたい、うん、正々堂々とやりたい、そういいよじゃあハンデなしでいいの、うん、じゃんけんぽい、ふー、目隠ししてない人が開けます。2個ずつ入ってるの。1個だった。なんかもなかみたいなサクサクの中に餅がある。餅これ。次私ね、これ。あー、わかった、これ。うん、完璧、わかった。これさ、前もやったよね、この反応。はい、いいよ。麦麦。名前が出てこない。なんか一時期食べよったよね、これ。甘くて白くて米粒みたいな。あれないじゃん。ちょっと。はい。あー、名前が出てこない。ポへ、ポップコーン。ポップライス書いてあるけど、ポン菓子とか。え、初めて聞いた、ポン菓子。置いてよ。芋。芋何？芋。芋菓子。大学芋。答えをお願いします、神奈さん。芋けんぴ。そう。よっしゃ、美味しいの、こんな名前知ってるの。はい、どうぞ。カステラ。わーい、おいしいカステラ。そろそろ何の味当てか分かった。和菓子。よっしゃー。これはキヨさんが選んだものです。さん、はい。ちょっとお前なんか、なんか、はい。うん、なんだろう。せんべい。せんべいだよ。何せんべい？もう出たの。ね、これおかわりない？あ、大好き。パパがよく買ってくるじゃん、あきちゃん。ヒントは、形を触ってみて、あきちゃん。ボコボコ。あのね、これね、動物に例えてあるんだよ、これ。ギザギザ？もう…カメセン。これ大好きかも。はい。うん。あ。あ。おかき。なんていうの名前。うずらの卵。よっしゃー。あー。それ。メルクークしよーい。これ缶の分ないじゃん。あ、かじらせて。端っこ。いいよ。なんこれ。なんこれ、美味しくなさそう。
んこ。あんこ。そのあんこが和菓子になったものを何と言いますか。お茶に合うよね。羊羹。お。お。おいしくない。私だこれ。もう置かれてますよ。え、どこ。そこよ。マルボーロ。インタの大好物。知ってる。ほいてて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 てせーの。近づけまーす。あー、半分こでいいかしら。どっちが大きいかな。Do you like it? Do you like it? しゃ。大好物だもんね、あきちゃん。次はどなた？はい、それね。届かねー。どら焼き食べたかったな、もっと。半分こしていい？なあ、お前。綺麗に半分こできるならいいよ。やって。よほど秋が食べたいっていうことだね。ちょっと待って、下手くそになった。はい、ありがとう。どうぞ。なに？上。きなこより低くない？あ、きなこ餅。バカだよ、どうだった？せーの。こっちの子ちっちゃい。これを食べる前におならふってどうする。え、ひも。ひも。なんで答えあげちゃうの。大学芋。焼き芋。重っ。これだって選ぶの重っ。重っ。秋は体重ぐらい重いよ。すごいもん入ってるよ俺。いや、かんちゃんならすぐ当てると思う。はい、どうぞ。豆大福。食え。やった大好物。ベリベリー。なんこれ。美味しいでしょ、それ。ママそれ大好きなんだ。辛い。あ、美味しい。美味しいよね。何の味がする？甘い味。砂糖。よもぎ。きなこ。あんこ。餃子5種類食べ比べ。この餃子はなんとかが効いてるね。缶が食べた瞬間、あ、これが逃げまさし。まさしの餃子は缶がパクッと一口食べた時に瞬間にわかる。あ、ニンニクの味が効いてる。生姜せんべい。美味しくないと思った。美味しいじゃん、喉にいいんだよ。どうぞ。あ、これわかる。え、まんじゅうっぽい手触り。生姜味のまんじゅう。なんか出してる。あー、栗まんじゅう。つぶつぶが入ってきたけん、小刻みで噛んでたら栗の味が少しして、あげがさっきドラえもんって言ったけん、ドラえもんで栗まんじゅうが増えるお話があったので。栗まんじゅうが増える話知ってる。残り4個です。まだ勝てるんじゃない、きちゃん。かんちゃんが 6.5 ポイント、あきちゃんが 5.5 ポイント、今1ポイント差だから、あきちゃんがこれを2ポイント当てて、かんちゃんが1ポイント外せば同点。かんちゃんが2ポイント外せばあきちゃんの勝ち。かんちゃんが2つとも当てたら、かんちゃんの勝ち。そうだね。あれこれ。くりまんじゅう、くりまんじゅう。へへ。くりまんじゅう、くりまんじゅう。いいよ。何これ、梅干し。マングー。噛んでください、ちゃんと。やだ。
これじゃない、これ。これが一番おいしいから、天の神様の言う通りで、ポイントマン、パッカキンのため、神様の言う通り。これ。なんこれ。なんこれと言ったの、なんこれ。絶対カンちゃん当てるって。やばい、プレッシャー。うえ、水飴、え、砂糖菓子、練り飴、三角かな、落眼です。何それ。ご飯粒残したの誰。こっち。ん、待てよ。浮かんで食べれるよ。やだ、目標は分かったけど、うそ、早くキャラメル。うん、近づいたかな。なんか飴、なんとか飴、知らない、ボンタン飴。これ、なんこれ。はい、おいしそうな匂い。おいしいでしょ。うん、なにこれ、食べたことないと思う。これかんちゃんがちっちゃい時食べたことあるよ、これ。マルボロ？これわかんない。飴？これ飴ではないな。よりよりこれでした。んこれ好きじゃなかった、ちっちゃい時。焼き菓子？黒棒、黒砂糖か。黒砂糖。あー、わからんだった、わからんだった。ということは、かんちゃん7ポイント、あきちゃん7ポイント引き分け。負けた方にしてもらおうと思ってたことがあるんだけど、今回は引き分けだから、2人に一緒にしてもらおうと。イエーイ。もう一個和菓子があるから、それを2人で当てて、当てれた方が勝ちにしようか。あの、なんかあれ、掴んだ瞬間に何かが入ってるから。あー、ガブッといってほしかったのにな。食べれないでしょ、食べちゃいけないでしょ。今回は引き分けですね。はい、今回食べた和菓子の中で何が一番好きだった。どら焼き、芋、どら焼き、芋、あ、芋けんぴ。そう、難しかった。難しかったね、名前知らないのが多かったね。うん、今日は和菓子の味当てをしました。みんなもたまには和菓子の味当てをしてみてね。